かつお節と納豆で今日も一日粘り勝つぞ。若干体感温度が下がったところで下ごしらえをしていくで、豆腐は粗熱が取れたら 1.5 センチ角に切るんや。切り身トマトと納豆に含まれる旨味成分はかつお節に豊富なイノシン酸と合わせることでより美味しく感じられるんや。指針手が出るまで待つ待つ。切りトマトと豆腐を器に盛り付けて、おかか納豆をかけて刻みネギを散らしたら完成や。おかか納豆が糸を引く旨味でござる。